ラスは1730年代から1740年代にかけて活躍したイギリスの競争馬、シュボバ。前王唐とに、軽度判定にラウンドヘッドがいる。ジェネラルスタッドブックによると、1732年にゴドルフィン・アラビアン最初の子としてエドワード・コークによって生産されたという。1733年のコーク死没後は母と一緒にゴドルフィンハク。 フランシス・ゴドルフィンの手に渡った。競争馬としては、1730年代後半に活躍した記録が残る。1737年の4月、1000ギニーをかけたニューマーケット・グレート・ステークスでは、スクワートを含む9頭を倒し、10月にはリトル・パートナーを破り、翌10月にもう一度スクワートに勝っている。フライング・ジルダーズ以来最も優れた名馬と考えられ、 父の名声を大いに高めた。1739年に、ジョン・ターナー、後に、デボン・シャーコー、ウィリアム・キャベンディッシュに売却され、そこで、種ボバとして供養された。ミスレッド・キャップ・ヘクター・アンカスター・クレイジーらの父に、なっている。ありがとうございます。